ハンマーを持っている。なんだあのふざけたジジイは。この島のことを知ってるかもしれない。よし行くぞ、白い大きい寿司を追うぞ。すげえ、めっちゃ壊すやん。わら、トウトウトウ、階段を、階段はぴょんぴょん登るもの。これ持って帰ろうぜ、家のに。大きい土の紙で、お、つたつた。あ、壊せない。お、こっちじゃ、こっちじゃ。距離近いわ。連続ワープ。なんであのジジイ、なめくさりやがってよ。空なんかどうでもいい、桃貝を取り返してよ。ミニマップドットの方がいいね。そっちじゃないよ、こっちだよ。こっちだ、走れ。ピー、後ろのやつらね、ダッシュしてないのに追いついていく。あ、本当だね、ハンマー白いね。白い大きい土。ぴょんぴょん、大きい土がぴょんぴょんするんじゃ。舐めたジジイだが妙な力を感じる。絶景かな。霧出ててあんまり遠くまで見えないけど、やっべ、飛び降りて。セーブ試してみる。昼夜ごとく空っぽの島、オートセーブ、そういうのもあるのか。上書きすると、セーブしました。楽名ターン。耐えれてしまった。耐えれてしまった。体力自動で回復してるね。実験始まる。もういっちょ、水の中なら大丈夫。嘘だろ、ネイト、耐えた、わらわら。一応これ降りた後帰ってこれるようになってるね。優しい、優しい。耐えれるのか、わら。よく漫画とかである表現のさ、水の中に飛び降りたからダメージなしっていうけど、なわけねえだろっていうね。それでも帰ってこれるのか。チュートリアル中だから死なないのかな、もしかして。水は平気。チュートリアル中だから死なないかん。ほら、よし、チュートリアル中は死にません。生き残るようになってるね。丈夫だった。ジジイ待てー。そろそろか、来たか。うん、宝箱が2つある。なんだこれ、無人島にこんなものが。あいつを追うぞ。ここが何なのか吐かせるんだ。到着。ルルの桃貝返しなさい。良いではないか、焼き桃貝の一つや二つ、痛いけなら大きい土に恵んでくれてもの。ダメよ、この白ジジイ、ルルのために修也が作ってくれたんだから。
わしはのビルダーが来るのを何年も待っとっちゃんじゃ。ヤギモモがいとったのもビルダーの気を引きたいためじゃ。ビルダーよ、この壊れた神殿を見てくれ。お主ビルダーなら修理できんか。神殿を修理するために現在は目の前に2つの宝箱入っとるぞ。設計図もなく神殿を修理するなど、お主のように緩み切った顔のビルダーにはやはり無理かの。人を奉行せといて、なんだあのジジイは。で、設計図ってなんだい。よし、設計図。いや、飛んだ。何？あれか、ワンの時にもあったこの通りに作れってやつだ。すべてのブロック、石レンガ、かがり火、読んどいて、ディスる、わら。おい、この線はなんだ。これが設計図ってやつか。見たこともない、神殿の設計図かけるなんてなかなかすごいじゃないって。全く同じになるように、建材を置いていけば設計図の建物が完成できるのよ。石レンガを並べ、かがり火を置けばいい、ね、よし、穴を開けしてやろうぜ。設計図、完全なるチュートリアルだね。さあ行くぜ。石レンガとかがり火、行くぜ。置く X、 ひぎ連続置き、あるある、ビルダーズあるある。間違ったところに置いて壊そうとしたらいるところのを壊してしまう。でも今作は大丈夫だって、持ち運べるんだもん。便利な世の中になったもんだ。先にね、必要な数だけ置くってのもある。あとにずらしてもいい。で、中央、中央、完成。イエーイ。ジャンプ力高っ。やったな、シュウヤ。これで設計図が完成したわけだ。すごいじゃない。いくらビルダーでもどうしてあんな設計図描けるんだ。わかった、背中のそのでかい本に秘密があるんだな、と。俺にも見せろよ。何？断る。だが断る。その本、エッチな本じゃないでしょうね。エッチな本。フォッフォッフォッフォ。エッチな本と今言ったか？わしにも見せてくれ。あ、そういうわけじゃないのか。見たこともない建物の設計図すら自ら描けるのもビルダーの力じゃ。今回平行移動まだないのよな。お主は本物のビルダーじゃ。ジャンプ力を。では柊也、さなやかじゃが、神殿を修理してくれたお礼をやろう。これじゃ、ハンマーだ。割とボロい。硬いものを豪快に破壊できるぞ。薄汚いハンマーは焼き桃かい返してよ。それは大傷じゃ。大傷ならば壊せなかったものが壊せるようになるぞと。いつもの。お主にわしからもう一つやるものがある。なんとこの島あげちゃう。島くれるの？おお。この島は空っぽ島。かつてこの世界にいた古のビルダーが自らの夢を詰め込もうとした島じゃ。確か6の音楽だよね。結構広いね、この島。しかし今は全てが失われ、島には何もない。あるのは古ビルダーズの意志だけじゃ。セレブなプレゼントだよな。
わしは待っておったのじゃ。島をものづくりで満たしてくれるビルダーが現れるの。それをビルダーの修羅にやらせようってわけだね。この島に何を作ってもいいんだな。だがジジイ、お前は何者なんだ。この島はお前のものなのか。そうじゃ、そしてわしはこの島の神様的な妖精的なあれじゃ。どれやねん。よくわからないけど、くれるって言うんだからもらっておこう。ルル、帰る場所もないし、ここで何か作るなら付き合うわよ。俺もだ、どうせ記憶なければいくらでもねえ。お前とならここに住んでもいいぜ。告白されてしまった。どうじゃ、この島を丸ごともらってくれるか。いいえ。遠慮しちゃダメ。もらえるものはリンゴの皮でももらえ。亡くなったパパが言ってたわ。どうじゃ、遠慮しちゃダメ。いつものいい返事。これから3人でルル王国を作りましょう。バカ家、指導帝国を作るんだ。あ、名前決めれんのかな、もしかして。フォッフォッフォ。ではシュウヤ、今からこの島はお前のものじゃ。さて次は大きい筋で神殿の上にある土の壁を壊してみるがよい。壁の奥にお、とっとりのお宝があるぞ。押しっぱなしで連続叩きありね。 A を押すとグローブと交換。こういうことね。まあ便利になったね。よっ、よっ、よっ。下も壊せる。いやー、 ZL で平行移動できるね。しちゃみたう。L で平行移動。両方同時に押すと正面向き平行移動。ZL だけ、だと下向き。普通の L だけだと上向きだ。そして今これを壊せと。結構壊れない。これぐらいでいいか。見る。お宝ってこれ？板切れ ？XYZ とか書いてそう。それは掲示板じゃ。島やるって白人にそんな権限あるのか。見て非なる世界の様子を覗き見できる不思議な不思議な道具でノート。掲示板を覗いてみるがよい。世界中のビルダーたちの自慢の写真を、見ることができますと。本ゲーム。ブログのコメント等ね。アップしたらうちの会社のもんになるよってこと書いてるね。よし、わかりました。なるほど、投稿されている作品がありませんね。ツイッターだね。デイリーランキング新着コンテスト。まあまだ体験版だからね。しょうがない、しょうがない。あるわ。総合1位、さっさと食べ物よこしなさいよ。スライムゲットだぜ。かわいい。マーマンいるんだ。何その踊り。葉っぱ隊。誰かこんなひどいこと。すやすや。ジョースター貴様見ているな。無人島生活始めました。デイリーがないのはあれだね、まだ1日経ってないから。グフフ、いくらなんでも笑いすぎ。記念撮影、キッス。
まあ俺は基本動画撮りながらやってるからスクリーンショット撮らなくてもまあ全ての画面をね自由に使うことができるのかな、まあ、せっかくだからなんかね掲示板を閉じてフォフォフォ酔い覗きっぷりじゃったぞ好きな写真がいっぱい早速写真を撮って登録してみよう十字メニューを開き X で撮影モードじゃ最大99枚保存できるぞこれかメニューマップ左下カメラ切り替え上かなで整頓マック指導も連れてきたいな、今来ました日向桜メニューメニューメニューこうかヒクとかどうズーム上下LR ロールおお回るこの角度で見るとなんかさルルがめり込んだようになっちゃう視点設定がわからねえ酔う酔っ払う酔っちゃうリセット L スティックなんか慎重さがあってルルが埋まってるように見える目が回るキャラオン自由なカメラだなマイナス、マイナス消えた消えた割と自由にカメラ撮れるかなおいシドお前見張っとけよちょっと合い引きしとくからヒント合わせわざとユーザーズには初めて見たけど進化しすぎ全然ぼかされてないけどあそういうことか結構自由に動かせるわらぼかしとかよくわかんないっすフィルターそういうのもあるよなるほど目が痛い目が痛い何これでこうやってこの状態で自分が投稿する総合ランキング新着順詳しく見るいいねする写真地形 ZL 投稿ってここからするんじゃないのかと撮影だもんねあくまでまあジジイのとこ戻ってみるかどこ行きゃいいんだこの下ピュッフォッフォッフォ無夫婦なものを見られたかんの異なる世界の異なるビルダーが作ったものをいつでもどこでも見ることができるのじゃっとちんぷんかんぷんだけど便利そうそんなことより今頃になって気づいちゃったわ島でものづくりするって言っても素材になりそうなものないじゃない桃貝や昆布でお家を作るのそれはそれで楽しそうだよねお菓子の家ならぬ食べ物の家何もないこの島にどうやってものづくりの素材を運び込むか方法は一つしかあるまい空っぽの島娘さんの言う通り物を作る素材はほとんどない、ね、そもそも3人で島を開拓していくのは難しいじゃろそこでじゃ物を作る素材とこの島を共に開拓する仲間を他の島から探してきてほしいのじゃダッシュ島とてつもなく広いこの島にいやでもダッシュ島はその島にあるものだけで作るから
ったが、どうやって他の島に行くんだ、俺たち遭難者だぜ。まず船を作らねばならんの。ダッシュ島、わら船来てんじゃねえか。ほほ、あれ船、これこれぞ世に言う渡りに船じゃ、渡り船。コンブハウス、わら。うまいこと言ったつもりかよ、本当に怪しいやつ。そう言ってくれるな、わしはとうに忘れてしまったのじゃ、自分が誰で何であったのか。ひょっとすると周囲のものづくりを見れば思い出せるかもしれんの。これ下手すりゃ初代の可能性あるよね。とにかく周囲、シド、セのところに行ってみましょう。まあ初代無口だったけど。多分死なない。行くぜ、加速じゃーん。で、加速じゃーん。そろそろ死ぬ。わらわら。ほら。間違えた。入れる入れる。昆布食べよう。炙り昆布。15% 料理する。いやー、素材集めしている時にずっと料理を見てくれる仲間が欲しいな。料理人、ね、まず仲間を集めよう。航海士、剣士、料理人、狙撃手、船大工、ワンピース。うえぇ、来た。どうも。おお、人がいたでやす。海の上でハーゴン教団の船に近づいちまったと思ったら急な嵐に巻き込まれちまってよ。気がついたら海図にない妙な海域に迷い込んじまったんじゃ。波に揺られながらさまっていたらここにたどっていたでやす。それで、ここはどこなんでやす。あんたたちここで何をしてるねやす。この島、シュヤの島なの。 今からルル王国作るのよ。あ、ルル王国、なんだか面白そうですね。金儲けの匂いがするでやん。自分の国にも帰れず、どうしようかと思っていた足にとってまさに渡りに船でやんす。貴様も渡り船かよ。足決めたでやす。足をあなたたちのお抱えの船長にしてください。まず船長が仲間になった。船大工は俺でいいよ、ね、一つなぎの大きさを探そう。じゃあ今日からお前はルフィだ。俺はウソップだ。でゾロがいるな、すでに。じゃあこいつ誰だ。ルルは誰だ。航海士じゃないからナミじゃないよね。誰だお前は。ロビンでもないよね。ビビかな。でもあいつビビは一応お姫様だったしな。ほっほっほ、これで準備ができたの。ありえないな、ブブヒナタザクラ。その船で近くの島に行き、ものづくりの仲間とものを作るための素材を集めてくるがいいよ。フランキーじゃないな。あ、そうか、船大工はフランキーか。序盤ってウソップが船大工やってたもんね。それならばモンゾーラという島がぴったりじゃ。確かこの島の東にあったはず。無夫婦な展開もあるかもしれんぞ。農業の天才と戦い。あられちゃんだわ。 V ジャン読んでたら出てたわ。めっちゃあられちゃんっぽい子がいたんだ。その子だね。モンゾーラへの航路はわしが船長に教えるとしよう。新しい島を冒険するなんてワクワクするでやんすね。準備ができたらあっちに声をかけてください、ね。